大民寺川は西園木半島東部を流れ、大村湾へ注ぐに級河川である。流域は長崎県西海市に属するが、源流部は長崎市にも属する。西市地区では最大の川で下流域及び各支流の流域には住宅地や田畑が広がる。西園木半島中央部の山地のうち、北東部よりの河田岳、飯森山。 鶴線に囲まれた斜面を水源とする。上流部は山地に深い谷を作って北東へ流れ下る。平原橋の手前には平成元年に砂防ダムが作られた。砂防ダムを過ぎると西非地区東部の丘陵地に出る。南から平原川が合流し、合流後は北へ流れる。右岸にはゴルフ場がある。下流の亀岳はすでに監視を行きで、 川幅も広く流れは緩やかである。両岸は護岸されているが、自然も比較的多く残っており、冬には水鳥も飛来する。東から中山川が合流し、住宅地と田畑の中を流れる。大村湾手湾の大串湾にさらに切れ込んだ下竹浦に注ぐ。亀岳は西非地区の中心部で、付近には市役所支所、学校、グラウンド、 動物園など施設が集中している。川口部の水田地帯、下竹神殿は、幕末頃に開かれた。平原側中山側の流域は平坦地が多く、田畑に利用されている。また、周辺の丘陵地には、果樹園も多い。ありがとうございます。